花王朝といいますのは伝説の王朝なのか実在の王朝なのか長らく議論があったのですが実在したというふうに考えられるようになった契機になったものが中国の中原の中心部における花王朝の首都と考えられる二里島遺跡遠子城遺跡などの発見によるところが大きいと考えられますここれはこの王朝の王宮殿であります。 ま北ではないですがほぼ四角い区画の中に正面の大きな建物があり前に広い庭がありますこのような構造はもっと後の時代にはどのようにこの宮殿が使われていたかということが分かっているものと大変よく似た構造があります後の時代の中にあの宮殿の中で宮,室宮という字に部屋という字を書いて宮殿という建物があるのですが その正面には王それからその背後にはそれの関連の人たちがいるその前に庭にさまざまな国から使者が来て外交儀礼でありますとかさまざまな活動、まあ、政治を行う場所である宮出というような建物に大変よく似た構造の建物があるということでこれらもおそらくこの宮殿は贅沢な暮らしをするためのものではなく各地の関係する諸勢力との 外交でありますとか、様々な事柄を決める場であるという、そういうふうな政治の場であったのではないかというふうに考えられております。